ウィッグ外すからね。ほんとやばいからね。せーの。うおー、もういっそこのスタイルでいけば。丸刈りでも美人に見えるのはなぜ。やだよ、もうほんと悲惨だったんだから。ヒーローヒーロー探偵団。私はヒロミ。趣味で YouTube を始めて半年、なかなか再生数も伸びず、もうやめようかなーなんて思ったりもした。なんて聞くと、この髪型をわざとやったんじゃないかと思われちゃうかな。実は私は数日前、とんでもなくショッキングな出来事を経験しているのだ。ごめん、ほんと、騙すつもりはなかったんだよ。つもりはなくても騙してたじゃん。いやー、でもさ、ヒロミちゃんその気だったからついさ。は？何それ？私が悪いとでも言いたいの？そんなに怒るなよ。とりあえずこれ手切れ金。手切れ金？ふざけないでよ、こんなもの。4日前、私は彼氏に振られた。その理由は彼氏が既婚者だったから。全くそんな素振りも見せなかったし、まさか既婚者だなんて思いもしなかったからショックが大きかった。あの男絶対に許さない。あまりにもショックが大きかった私は、渡された手切れ金でありったけのお菓子を買って暴食をしていた。全然美味しくない。次のニュースです。女性が背後から接着剤の塗られた帽子をかぶせられる事件が相次ぐ中、本日も新たに。なんか多いなぁ。ここ数ヶ月、女性が突然背後から接着剤の塗られた帽子をかぶせられる事件が多発していた。全国規模で発生していて、犯人は未だに捕まっていないようだ。あのクソ野郎にも接着剤を塗ったヘルメットかぶせてやりたいな。ん？はい、絶対許さないから。え、どちら様で？許さないから。はぁ、もう意味わかんない。もうこの世のすべてが疎ましく感じるほどに嫌なこと続きだ。暴食したって何も美味しいと思えないし、気持ち悪い。しかし、私の不運はこれだけでは終わらなかった。はい、どちら様ですか？ヒロ宅急便です。はーい、今出ます。私は相手の服装も大して確認しないままドアを開けた。そして開けた瞬間、私は大きく後悔することになる。どう見ても宅急便の人じゃない。そう思った途端、男性はふっと怪しく笑い。悪いね、こっちも仕事だから。急に視界が暗くなった。そして頭皮にものすごい暑さを感じる。え、何何よこれ。私がパニックになっている間に、男は私の元から立ち去ろうとする。何をされたかわからなかった私だが、次のニュースです。女性が背後から接着剤の塗られた帽子をかぶせられる事件が相次ぐ中、本日も新たに。あ、接着剤と帽子。私の予想はどうやら的中しているようだ。異常な暑さ、そして何かが固まっていくような感覚。これは間違いなく、例の接着剤防止事件のそれだ。もう私は間違いなくパニックだった。しかし、それ以上に私は完全に切れていた。彼氏が凹んで変な電話かかってくるし、挙句の果てに接着剤の帽子かぶせられて、なんで私ばっかりこんな目に。許さない、許さない。気づいたら私は、ウサインボルトさながらの速さで犯人の男を追いかけていた。は？待ってこら。犯人の男も今までこんなことがなかったようで、相当ビビっている様子だった。てめえだけはクソ、絶対クソ。猛ダッシュで追ってくる帽子をかぶった女に距離を詰められて、ビビっている男との距離をさらに詰めていく。そしてずっと片手に持っていた直径20センチの超特大シュークリームを、ほらー、くらえー、投げた。ほらー、もう逃げられねえぞてめえ。なんだよこいつ、本当に人間かよ。人間に決まってんだろうが。誰の差し金だ、あのクソ野郎か。クソ野郎って何。とぼけてんじゃねえぞ。ごめんなさい、ごめんなさい、ごめんなさい。ヒロミさんも聴取にご協力いただけますか？はい、その後男は逮捕され、模倣犯はいるようだが、関東で発生した同様の事件の犯人は、こいつで間違いないとのことだった。犯行の理由は、単純に金稼ぎだったらしい。この男は、嫌がらせ代行の人間らしく、浮気された妻からの依頼で、金銭が支払われたら、夫の浮気相手の女性に嫌がらせをする、というものだ。私は既婚者だって知らなかったのに。丸刈りでもいいので、これ剥がせます？こういう類
類のものはやったことがなくて。できますよね。はい、やらせていただきます。見事に丸刈りになった私は例の事件の被害者として動画を投稿。そして動画は700万回再生を達成し、一躍時の人となった。なんかもうずっと丸刈りでいい気がしてきた。未だにあの時に起きたことすべては気持ち的に整理はついてないけど、まあ結果オーライなのかな。意図してない不倫は仕方ないにしても、不倫はすべきじゃないよね。この動画がいいと思ったら、高評価とチャンネル登録をして待っていてくれ。では、次の動画でまた会おう。